さんこんにちは。ベレの YouTube 始めました、ラナです。今日は私のお気に入りのこのチェストについて動画を撮っていこうと思います。それではレッツゴー。はい、そしたら今日はこの3人で動画を撮っていきたいと思います。直子さんとめぐみさんです。イエーイ。で、今回の企画はこの3人で年代別にこのチェストをどうコーディネートするかを比較して撮っていきたいと思います。それではレッツゴー。レッツゴー。たら、市のコーディネートを紹介します。たら、上はなんかよく使うものとか、なんかお気に入りのものとかを着たくて、チェキとかクリームとかで、これは写真とかを100均で買ったんですけど、でデコレーションしました。で、ここの中になんかあの大きいもの、ゲームとかよくするから、ゲームの BU であったりパソコンとかそういう大きいものも入れれるから、ここに入れてコソコソしたくないから、ここにじゃーん入れて、このコンセントとかここがごちゃごちゃして見えないように入れました。で、こっち側に行ったらこのメイク道具とか大きいものまた入れてて、で、上にはタオルとかこうやって使うものを入れて、ここにはUSBのパックを入れました。で、最後にここはここ取り外し可能で、こんな風に取り外してお気に入りのぬいぐるみたちを置いたんだけど、こうやって2つに分けて使えるから、この中にも何か入れて別のボックスとしても使えるみたいです。はい、どう思う？いいと思う。かわいい。かわいい。よかった。やっぱり10代ならではのアイディアよね。うん。ね、私が思ったのはここの中にこんなゲームとかさ、パソコンとか入れるっていうの発想はないよね。そう、ゲーム好きやけん、私たちのみんな。そう、あとはここにコンセントとか、ね、コードを入れるっていうのがこう何、部屋が散らからずに整備整頓やっぱりできるからいいと思う。優秀だと思う、このチェスト上手、いいと思う。私はここにこうすっぽり入れるぐらい。可愛いですよね。可愛いよね。スケットもスイッチのところで使えるけん、良かったです。そうね、持ち運びもできるけんね、いろんなとこで使えるから、他のところにも置いたりできるけん、いいと思う。いい感じでした。これで私のそうコーディネートの紹介は終わりです。ただ次めぐみさんの見たい。見たい見たい。ただめぐみさんお願いします。はい、はい。したりしてもバスケットやけん絶対痛くないし、収納としてもバッチリですよね。で、子供がさ、自分でお片付けができるね、自分で持ってきてこうセルタッチして引き上げることができるから、これで自分でお片付けができるから、うん、いいと思う。やっぱ買おう。うん、いいと思う。買っちゃいな。最後は直子さん、コーディ
ディネートお願いします。お願いします。はい、私は主婦目線で作ってみました。キッチン周りのものをここで収納したいと思ってます。で、ここにレンジを置いたりとか、それからアルミホイルだったりとか、で、あと物はこの布巾とか、あとこの中にはスプーンだったり、フォークだったりのカトリーを入れたり、あとはお菓子の箱やジプロックを入れたり、ここには紅茶とか、いろんなことをこう収納できます。で、ここには高さが高いので、こういった板鍋だったりとかいうのが、収納できるのですごく便利だと思います。で、あとはこの背が高いキッチンタオルとか、こういったこんな簡単のコーヒーなどを直すことができるので、すごく便利だです。どうですか？さすが主婦。調味料ラックとかと合わせても絶対合うし、うん、可愛いと思う。そうね、年代別で全然使い方が違って、もう自分でもめっちゃびっくりしました。いろんなシチュエーションで使える可愛いチェストのご紹介でした。これからもたくさん動画をアップしていこうと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。とインスタもやってるので、インスタのリンクとサイトのリンクを概要欄の方に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。